昨日午後4時過ぎ、国東市の大分空港側の発着場で操縦訓練を行っていたホーバークラフトの2番線万里の後方部分がフェンスに接触しました。乗っていた操縦士3人に怪我はなかったということです。事故から一夜明けた今日、大分空港の近くで昨日と同様に訓練を続けるホーバークラフトの姿がありました。ホーバークラフトが事故を起こしたのは去年11月と先月に続き、これで3度目です。これについて運航会社は、1度目はですね、我々としても事故としての認識はあるんですけども、2回目、3回目というのはあくまで訓練中の接触という認識ですので、その上で小田社長は今年秋の就航予定に変わりはないと強調しました。去年11月に事故を起こした1番線バイエンは現在プロペラなどの修理を行っていて、8月中に訓練を再開する予定です。3番線炭素もゴールデンウィーク明けからの訓練に向けて最終調整しています。今本当に一番最初の訓練をやっているという状況ですので、決してその運航が安全じゃないということは言えないというふうに思っております。同じ場所で事故が相次いでいることについて小田社長は、発着場の構造上の問題ではなく操縦士の習熟度が原因だという認識です。一方で県は県民の不安を取り除き、安全第一で運航に取り組んでほしいとコメントしています。